はい、じゃあ天才家のあげです。まあ、今回ね、3部作の最後になると思うんですけど、これは彼が先月ちょっと1ヶ月海外旅行をされていまして、それ最後アメリカだったみたいで、そこで最後の僕にお土産を買ってきてくれたのがこちらですね。ナパのワインですね。レッドショルダーランチ、シャルドネ 100% のワインですね。なんか70ドルぐらいしたっていう、まあ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 、その辺は高級なやつですよ。でちょっと僕ほんと全然このワインのこと知らなかったんで、ちょっと調べたんですけど、なんかカベルネがバーガーポイントの100点をなんか3連続で取ってるみたいな、なんかかなりモダンワインだと評価されてる蔵元らしいので、美味しいんじゃないですかね。どうですかね。じゃあちょっとね、楽しみですね。楽しみですね。でこれね、ちょっともう今日デビューのね、もうちょっと僕もと同じソムリエナイフ使ってたので、ちょっと新しいの欲しいなって思って買っちゃいましてですね。むしろこっちがメイン。ドファンっていう、まあ僕にはまだラギオールは早いなって思ったんで、もうまだ全然身の丈に合ってないなって思ったんで、ラギオールが作ってる使いやすさを重視したソムリエナイフがこれです。使ってみたいと思います。しゃ、まだね、新しいからね。いよいよほんとただの YouTuber だな。僕の紹介じゃなくて酒の紹介しかしてないという。まあ使い慣れてなかったな。それではシェーファーレッドショルダーランチャルトでいただきましょう。いただきます。ありがとうございます。さあお味どうかな。うん、美味しい、ね、なんか辛口ってなんか書いてあったけど、まあすっきりしてるけど、ちょっと今これ美味しいね、普通に。正解ですね。うん、いや本当に美味しいね。ありがとうございます。どういたしまして。ちょっとこれからシェフがちょっとパスタ作ってくれるらしいんで、ちょっと一緒に楽しみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。